はい、どうも直樹です。今日はですね、まあ、自分ね、20歳になったんで、その20歳になった今年のね、目標ね、述べたいなって思ってます。で、まあ、今年の目標は、ズバリですね、チャンネル登録者を今年中に1000人に達成するっていうことですね。はい。で、1000人に達成すると、まずはですね、YouTube ライブができるっていうのと、あとはですね、まあ、収益ができるんですよね。はい。今僕現在のチャンネル登録者が、まあ、34人なんですよね。はい。なので今年中にね、どうしてもね、1000人に今行きたいと思ってます。はい。で、YouTube ライブって何がいいかっていうと、その、視聴者とやりとりできるんですよね。で、その、コメントを拾って、そのね、まあ、感想を言うみたいな。まあ、それがね、面白いんですよ。はい。あと二つは、収益ですね。収益化。で、動画出すことで、その広告料を、まあ、もらうことができるんですよね。はい。僕がね、結局、面白い動画を作らない限りは、視聴者もね、まあ、ついていってくれないと思うので、僕が頑張ってね、その面白い動画を作って、まあ、なんとかね、その今年中に1000人に行きたいなと思ってます。はい。なので、ぜひ、まずは、登録者ね、チャンネル登録をね、ぜひね、お願いします。はい。まあ、頑張ってね、まあ、1000人に達成できるように、頑張っていきたいと思ってます。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。はい。チャンネル登録ね、はい、あと高評価、あとはね、コメント欄もね、お待ちしておりますので、ぜひね、お願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。では、じゃあね。